岡山県内の国道を運転中の男性が目の当たりにしたのは逆走してきた軽自動車です驚くべきことに軽自動車は減速する様子はなく直進を続けますこれに対し男性は避けようとハンドルを切りますが間に合わず車体後方に衝突されてしまいました逆走し衝突事故を起こしたこの軽自動車はなんとこの後、現場から逃げ出します 男性は反対車線に U ターンし、軽自動車を追います。すると、逃走した軽自動車は、まだ逆走りを続けていました。軽自動車は、事故現場から400メートルほど走ったところで、正しい車線に戻りましたが、なおも逃走を続けます。その後も止まる様子はなく、最後は赤信号を無視して逃げ去っていきました。軽自動車に乗っていたのは、 スーツを着た20代後半ぐらいの男だったといいます。岡山県内の国道を運転中の男性が目の当たりにしたのは、逆走してきた軽自動車です。驚くべきことに、軽自動車は減速する様子はなく直進を続けます。これに対し、男性は避けようとハンドルを切りますが、間に合わず車体後方に衝突されてしまいました。 もう逆走しししし衝突事故をを起こしたここたのの軽軽自自動動車車車ははなんとこの後現場から逃げ出まますす男性は反対車線に U ターンし軽自動車を追います,すると、逃走した軽自動車はまだ逆走を続けていました。 軽自動車は事故現場から400メートルほど走ったところで正しい車線に戻りましたが、なおも逃走を続けます。その後も止まる様子はなく、最後は赤信号を無視して逃げ去っていきました。逆走、当て逃げ、信号無視と交通違反を積み重ねる軽自動車に対し、被害男性は、ニュースで見るような。 軽自動車にに乗っってていいいいいいたたたののははスーツを着た20代後半ぐら男男だったととます被害男性は現在警察に相談しるうこの前当て逃げされた時追いかけて犯人捕まえたのですが来てもらった警察官に。 自分で捕まえた場合は、ただの物損になります。と言われて驚きました。このような逃げ得の法律をどうにかしないと、このような悪質な犯罪はなくならないと思います。正面から車が来てるのに、避けたり減速する素振りも見せなかったのは、怖いですね。逃げるにしても,も、猛スピードという感じでもないし、薬でしょうか。 こんなのがしちに放たれていると思うだけで恐ろしいです。